クライストチャーチ国際空港はニュージーランド南東を担当する国際空港。年間利用者数は約600万人。オークランド国際空港に続き2番目の乗客数を持つ国際空港である。夏季に強烈な北西風の影響を受けるため滑走路は十字型に配置されている。1935年にクライストチャーチ市議会が ヘアウッドに新空港建設を決定。1940年にヘアウッド空港として開港した。1940年から1945年までニュージーランド空軍の拠点基地となる。1950年に国内初となる国際空港の認可を取得し開港。空港名をヘアウッド空港からクライストチャーチ国際空港に改称する。1955年から アメリカ空軍南極中継拠点となる。1990年に隣接する敷地に国際南極センターが設立され一般公開されている。王立ニュージーランド空挺団とアメリカ合衆国南極プログラムの南極観測拠点空港となっている。南極への観測飛行が行われる8月から2月の間は中期中の C-130、LC-130、LC C-17 などの大型輸送機を見かけることがある。空港に隣接する国際南極センターは南極調査の展示、体感施設を兼ねた施設として一般公開されている。国際南極センターは南極観測隊の専用施設としてニュージーランドアメリカイタリア南極観測隊の活動拠点地としての業務を担当している。空港内に設置されている。 アメリカが衆国南極プログラム専用ハンガーターミナルの長官図かつてはニュージーランド航空によって成田国際空港と関西国際空港にも直行便が飛んでいた。しかし2009年3月より関西線は廃止され成田線も下記のみ運行されるようになった。その後2015年3月28日をもって成田線も運休となった。 以下の航空会社はこの空港を拠点に飛行学校、遊覧飛行を運営している。空港は、市中心部より、西北西約5ナノメートルに位置しており、空港の目の前には南北に、国道1号線、空港と市中心部を直結する空港通が、東西方向に走っている。空港通りは高速道路ではなく、時速60キロメートルの大通りである。 国道1号線の空港周辺の制限速度は時速8 0トルである。ちなみにニュージーランドの行動の制限速度は速度標識がない限り時速5 0トル市中心部より車で約20分で到着できる。市中心部を挟んだ南東側の地域からも約40から50分で到着できる。約二十分で市中心部に到着できる。料金は 通常、約25ニュージーランドドル30ほど。最新、詳細なページは、ブルースタータクシスフェアスを参照のこと。市バスが、市中心部より、朝廷床で車体が長く、荷物置き場が豊富な空港特別使用者が乗り入れている。中心部、空港間は、通常約30から40分で結ばれる。NZ での小人運賃とは、学生のことである。 路線ルート情報は、市バスセンタールートマップ。最新、詳細な情報は、市バスセンター時刻表エアポートのページを参照のこと。クライストチャーチ、インターナショナルエアポートリミテッドシェアホールディングス。2010年10月21日閲覧。中国南方航空、公衆発に、ローマ、ドバイ、クライストチャーチ線を開設。 ニュージーランド航空成田オークランド戦2015年12月より B787 から9で週10便運航。ありがとうございます。